おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日はじゃん、森永ピノグレープ&ベリー魅惑の濃厚ジェラート。これはねピノなんだけど評価なんですよ。しかもブドウ果汁 43%、 もうほぼ半分ブドウですよ。でカシス果汁 9%、 ブルーベリー果汁と果肉が 6% ですね。結構だから爽やかな感じなんでしょうね。で周りがブドウチョコなんだって。でブドウ&カシス果汁を使用したブルーベリー果肉入りのジューシーな濃厚ジェラート、これはちょっと期待できそうですね。早速開けていきましょう。あ、幸せのピノは入ってなかった。こんな感じですね。すごい色がめっちゃ赤い、ブドウっていうか紫って感じ。じゃあ早速一口っていうか一個食べてみたいと思います。これブドウ強い、めっちゃ。あのねブルーベリーとか果実っていうよりも本当ブドウの味ですね。で後からベリーの香りがふわっときます。やっぱりほぼほぼ 43% ブドウだからほぼほぼブドウです。美味しいけどなんか評価って割にはあのジェラートが本当濃厚、なんかさっぱりなのかなと思ったけど、さっぱりよりもまったりって感じ。うん、結構濃厚なアイスです普通に。なんだけど基本のねやっぱりベリー系の爽やかさはありますよ。ただこのね周りのブドウチョコが美味しい。へえ、じゃあちょっとこれ真ん中を割ってきます。はい、真ん中で割るとこんな感じ。あ、見えてない。こんな感じ。中にねブルーベリーの果肉入ってますね。果肉入りって書いてあったし、結構色もどぎつい系の色ですけど爽やかよりも濃厚なアイス感が感じられます。これはお近くのコンビニとかで今いっぱい売ってると思います。皆さんも探してみてください。ちなみに私はこれをファミリーマートで買いました。じゃあ今日はこれでおしまいです。バイバーイ。今日ご紹介したアイスは森永ピノグレープ&ベリーです。皆さんもお近くのコンビニで探してみてください。ではまた。